夏。シャッフル。シャッフルとかオークションね。オークションは次からやってきます。一応リーダー決まってます。はい、ということで、固定第4戦目。本日、固定最終戦ですね。マーサ軍対、マーサ軍対タムユー軍。さあ、かなりガチガチな戦いとなりそうですが、意外にも 1.1 を下回らなかったということで。さあ、早速動き出しております。さあ、タムユー軍対マーサ軍。さあ、マーサ軍リードでございます。さあ、しかし、やはり、このランカー、ランカー、止まったぞ止まったぞやばい止まったぞさあ、止まったぞああ、動いた。不正できねえだろ。いや、特にそういうのは決まってないんだけど、ランカーが出るんであれば、それに、やっぱ、いや、俺挑戦するよっていう人じゃないと、まあ、ランカーをね、逆に抱えてる方だったりとかじゃないと、釣り合わないので、やっぱそこら辺はちょっと、ランカーならランカーを、ってこう、釣り合う試合にしないとあれなんだよね。さあ、21、いや、199対601。いや、釣り合ってないんですが、マーサが、自信ありでやりたいと言ってきたので、このマッチングにしました。そういう場合は、俺はいいんじゃないかなと思いますが。さあ、218対582。さあ、こっからどう、タムユー軍追い詰めていくのか。うわ、マーサが落とされる。さあ、一気に逆転した。やはり、ここで、ランカーの意地、技術、プライドが、こう、追い越していくんでしょうかね。さあ、残り2分30秒切りました。425対375。先ほどまでね、600対100ぐらいだったんですよ。あ、600対200ぐらいだったんですよ。全体3ストックやっちゃったね。さあ、止まった。さあ、止まった。今日はいろんなトラブル続きでございます。非常に申し訳ないとは思っておりますが、非常にね、もう自分もあれなんでね、いろんなトラブル続きでございますが、トラブルがつきものなのがライブでございます。さあ、507対293、かなり離されてしまったか。さあ、残り1分半を切ろうといったところでしょうか。さあ、ここで追いついて追い越したのがマーサ軍。さあ、なかなか面白い試合になってまいりました。なかなか面白い試合になってまいりましたが、最後だけ止まらない、放送が止まらないことを祈りたい。さあ、352対448。さあ、マーサがこのタムユー軍に自信ありということなので。マーサかいくよと、わら。いやー、ここで B が落とされる。
落とされて逆転される。しかし追いつく。さあ、残り1分を切りました。残り1分を切って、40秒切ったぐらいですかね。さあ、ここは逃げ切れるか、マーサ軍。さあ、ランカーの意地を見せれるか、タムユー軍。363対437。残り30秒切ったところでしょうか？ちょっと見えないんですが。さあ、ここは最後の残り10秒から5秒が決め手となりそうなこの勝負ですね。さあ、どちらが勝つんでしょうか？はい、こんばんは。さあ、このまま逃げ切れるか、マーサ軍。いやー、止まったー！ここで止まったー。それだけはやめてと言ったところで止まってしまった。それだけだ、やめてくれ。もう、頼むって、最後だけ止まんなければと言っていたところで止まってしまった。いや、マーサ軍勝利です。339対461、マーサ軍勝利ですね、これ。